はい、どうも、タクタクです。飛躍のノエルやっていきましょう。どこまでやったかというと、地獄のギャンブルが始まるらしいですよ、VIP ルームで。そんな、すべて罠だったと言うんですの？ああ、残念ながらね、私のカジノはそう簡単に落とせやしないよ。あんたの仲間は今頃、うちの用心棒と G のが可愛がってるんじゃないかな。くっ、うまくことが運んでると思ったのに。ま、気にすることはないさ。どうせこの部屋はいかなる衝撃をもってしても破れない。だったら外のことなんか気にしなくても、してもしょうが、仕方がないだろ。目の前のことに集中しな。無事か、ノエル！電波状況からしてこの通信は届いているはずだ。カロン。状況説明は後だ。今は私の存在を気取られないように、気をつけながらその人物の様子を。ピーチクパーチク騒がしいね。コソコソしなくても大丈夫だよ、大悪魔さん。悪いがその通信は私にも聞こえてる。おしゃべりするなら3人でしようじゃないか。何？どうして聞こえるの？もう警戒しなくても大丈夫さ。別にあんたらがいくら相談しようと私は止めやしない。ちょうどいいや。先に自己紹介でもしておこうか。カジノミスティの支配人をやらせてもらってるコフィン・ネリスだ。よろしく。51歳。ギャンブルだけで生きてきたんですかね。あなたがこのカジノトップというわけですもんね。そういうことさ。よくマダム・コフィンなんて呼ばれるね。マダム・コフィン、これから私をこの密室で殺すんですの？何言ってんだい。あんたはここにギャンブルしに来たんだろう。だったら支配人たる私がそれを無下にする理由はない。は、まさか素直に挑戦を受けるとでも言うのか。そりゃそうだろう。チャレンジャーを撃ち殺すカジノが世界のどこにある？え？この神聖なる勝負の場で許されるのはゲームだけだ。勝った者が全てを手にし、負けた者が全てを失う。だったらノエル・チルケッティ、あんたの運命は勝ってミスティを落とすか、負けて死ぬかの二つに一つだろう。でもあなたはバローズ市長の息がかかった人物なんでしょ？だったら邪魔の入らないこの場で私に手を出さない意味が。うるさいね。ルールに文句を言うやつは三流だよ。ドンパチしたいならよそでやりな。私はゲームでの勝負しかする意味がないよ。なんだこいつ、何言ってる。もちろんあんたが全てのチップを使い切ったら、その時はこの部屋があんたの墓になるけどね。そう、私は銃じゃなく、このテーブルとカードであんたを殺してみせよう。勝利の運命を掴んでみな、ノエル・チュエケッティ。カロン、受けて立ちましょう。どうやら本当にゲームで勝負するつもりみたいですわ。かなり変わった人みたいですけれど、かつてのフーゴよりは文明的な人のようですし。そうだな、うさんくさい話だが、どうせ逃げることもできない。ならば全力で目の前のゲームを攻略するまでだ。ふっ、そう来なくっちゃね。いいね、こういう展開好き。さあ、ゲームの時間や。どんなゲームが始まるんだろう。そうだね、あんたにとっては片腕でもできるゲームの方がいいね。あ、そうですわね。カードなら手札とかがないゲームの方が、私一人じゃ手札を切れませんもの。ちなみにトランプによく触るかい？慣れてないなら、なるべくルールが簡単なゲームにするか。簡単な方が嬉しいですわ。OK。なら、このゲームがフェアかな。なんだか親切な方ですわね。もっとこう、勝負とは名ばかりの汚い手段でチップを奪いに来るとばっかりね。確かにな。もし私がディーラーで初心者を相手にするとしたら、複雑なゲームで相手がルールを理解する前に一方的に片付ける。こいつ、一体何を企んでる？企んも何もルールも分かっていないような相手を一方的に倒すのはフェアなゲームじゃない。そんなのは面白くないだろ。大悪魔なんて言いながら随分ケチくさいね。ぐぬぬ。ぐぬぬ言うた。よし、決めた。
私とあんたがこのカジノをかけて勝負するゲームはブラックジャックかな。21にすればいいですからね。やっぱりブラックジャックだ。ブラックジャック？ルールは遊びながら説明してやるさ。仮にもここは VIP ルーム、ゲームごとに一応チップはかけてもらうが、最初のうちは最低額の1万チップにしておきな。わかりましたわ。では1万チップかけますわ。よし、じゃあ始めよう。ブラックジャックなら私も理解している。コフィン、私がノエルと相談をするのは構わないか？もちろん、好きに相談すればいい。ルールは簡単。これは21を越さないように21に近い点数を作るゲームだ。21を作る。フェーズ1。まずお互いに2枚ずつカードを配らせる。まずは私のカードを考えなくていい。自分のカードだけ見な。そこに書かれている数字の合計は、合計を21に近づけるのがあんたの目的だ。今の私のカードは3と5で合計8ですわ。そう、まだまだ21には遠いようだね。ここでフェーズ2だ。あんたは今2つのアクションができる。1つはヒット、カードをもう1枚引いて点数を高めること。もう1つはスタンド、カードを引かずその点数で私と勝負することだ。もっとも8じゃ21にはとど遠い。ここはヒットするのが定石だね。まあじゃあヒットしましょうか。ではヒットしますわ。わかった。ではカードをもう一枚配ろう。キングが来た。キングということは 13？ あ、それなら8と13点で合計は21になると思われがちですよね。違うんですよね。残念だがノエル、ブラックジャックではジャック、クイーン、キングはいずれも10点扱いなのだ。ということは18ということですよ。その通り。つまりあんたの点数は8と10点で合計18点ってわけだね。それは残念ですわ。でもだいぶ21点に近づいてきましたわね。さて、改めてここで注意が一つ。ブラックジャックは点数を21に近づけるゲームだが、21を超えたらその場で化けになるんだ。これをバストと呼ぶ。22点とか23点じゃダメってわけだね。ギリギリを競うゲームなんですよね。そういうこと。ヒットは何度でもできる。満足するまで好きなだけね。ただし欲張って21を超えたらその場で負けだ。さあ次はどうする？ヒットかい、スタンドかい。現在18点ということは、仮にヒットした場合1か2か3を引かない限りお前はバストするということだ。確率的にはバストする確率の方が圧倒的に高い。こういう時はスタンドする方が安全だなと思われるが、ここはやはりヒットしておこう。あっちがもし仮に、いやどうかな、ヒットは。その勝負精神には拍手を送りたいところだが、最初くらいはカロンの言う通りにした方がいいんじゃないかい。確率的にはバストする確率の方が圧倒的に高い。こういう時はスタンドする方が安全だ。じゃあスタンドしましょう。もう確かに欲張ってバストしまうよりこれくらいの点数で勝負した方がいいですわよね。ではスタンドですわ。あっちがでも勝てないですよね。コフィンは絶対にね。 OK、 あんたがスタンドしたらフェーズ3だ。今度は私がカードをオープンして21に近づけていく番さ。あー、こういうルールなんですね。いやもう知ってたんじゃないのかというね。15か。なら私もヒットってわけだ。バスト。おやおや、これだと合計25点。バストして私の負けだ。おめでとう。あんたがかけた1万チップは2万チップになってあんたのところに戻ってくるよ。勝ちましたわ。今の場合、もし私が19や20、21だったら私の勝ち。より21に近い方の勝ちってわけだ。どうだい？そんなに難しくないだろう。自分の運命を自分で掴み、それだけのゲームだ。これくらいなら私でも勝負できそうですわね。私もお前の思考をサポートする。慣れるまで大勝負、大勝負ね。大勝負せず、少額で様子を見ていくぞ。今のところ不審な動きはないが、何も仕掛けてこないわけがない。油断するなよ。さあ、次も1万チップでお願いしますわ。いいだろう。お、おやおや、運がいいね。ナチュラルブラックジャックだ。1は11でカウントできる。確か1か11でカウントで、1と11か。1と11でカウントできますからね。え？
エースのカードは特殊なカードなんだ。1と数えることも11と数えることもできる。だからエースを11と数えればあんたの手は最初の2枚だけですでに21、最強の手だ。この場合ナチュラルブラックジャックといって配当 2.5 倍の特別勝利となる。そうなんですのね。ラッキーですわ。ほらナチュラルブラックジャックの配当は 2.5、 2万5000チップのお返しだよ。早々に最強の手をつかむとは強敵が現れるもんだね。現れたもんだね。いい流れだ。少しずつ分かってきたか。今は勝ち負けを気にせずゲームの流れになれるんだ。任せてくださいまし。もう一度1万チップでお願いしますわ。まだチュートリアルですねこれはね。1万チップ預かったわよ。預かったよ。お、20だ。さあどう考えてもこの状況であればスタンドを、選ぶのが妥当ですね。スタンド。ではこちらの番だ。14。お、エースが出た。見てみな。この手で私がエースを11と数えるとどうなるかな。つまり25でバスト。そういうわけだ。だからそういう時エースを1と数えればバストしない。特殊で小回りが効くガードだ、カードだろ。お、とはいえ結局合計は17。あんたの勝ちってわけだね。なんでハテナになってんだろう。どうせ負けが決まっているならダメ元でもう一枚引いてみればいいんじゃないですの。確かに。なんでだろうね。運が良ければ3や4が出るかもしれないですわよ。いいとこに気がついたノエル。実はコフィンはもう一枚引きたくてももうヒットできないんだ。え、そうなの。え、でもヒットの回数には制限がないんじゃん。ブラックジャックのディーラーにはあるルールが設けられている。あ、そうなんだ。ディーラーにはそういうルールがあるんだ。それは点数が16以下の時は絶対にヒットしなければならず、17以上の時は絶対にスタンドしなければならないというルールだ。ディーラーの方が不利だ。え、それってつまり、そう、私は自分の意思でヒットやスタンドを選ぶことができない。17を境界に私の行動は縛られているのさ。だから17点の私の手はここで終わり。私が凄腕ギャンブラーだろうとなんだろうと私の技術はこのゲームには一切関係しない。どうだい？ちょうどいいハンデだと思わないかい？それなら初心者の私でもマダムコフィンと互角に戦えるかもしれませんわね。ルールもだんだん分かってきたし、決して勝てない勝負ではありませんわ。ほら、2万チップのお返しだよ。ゲームのルール分かってきたかい？でも、いつまでも最低額のベッドじゃ決着はつかない。そうだね。ミスティが抱える1000万チップ。これをめぐって争おう。戦おう。あんたが私に勝ち続け、どんどん金庫から金を吐き出させて、カジノが抱える総額より多くのチップを手にできたら、その時はカジノの頂点が変わる時だ。ミスティより金持ちになればミスティを変えるってわけ。単純明快だろう。まあ分かりやすいですけれど、なんというかフェアすぎて不気味ですわ。普通そんな簡単に自分のカジノをギャンブルの景品みたいにしますかしら。確かにな。気をつけろノエル、何か裏があるかもしれないぞ。失礼なチャレンジャーだね。ゲームはルールと対戦相手を信じることから始まるんだ。いい加減騙し打ちだの裏があるだのってそわそわしてないでゲームに集中しな。遠慮しなくていい。私も久々の大勝負で楽しくなってきたところだ。楽しくなってきた。ああ、自分の命が脅かされるような運命的な大勝負など、そのスリルに心が躍る。かつの風悟より文明的だが、かつの風悟より狂っているな。ミスティの金庫に合計1000万チップあるということは、こちらのチップが500万を超えれば、それはすなわち向こうのチップが500万を切るということ。500万チップを目指せばいいわけか。こっちにもカロン、こっちにはカロンもいますのよ。初心者の小娘一人だと油断しないことですわね。次は3万チップをかけますわ。お、急に増やしてきた。そうだな、徐々に金額を増やしていくといい。万が一負けが続いた場合でも正しいかけ方さえ知っていれば取り戻せる。金額が増えてきた、来てからは特にコフィンが何か仕掛けてこないか要注意だな。しかし、フーゴたちはジーノを受け流せているだろうか。ちょ、一旦場面が切り替わる感じかな。お。
ブラックジャックの説明が長かったからね。うわぁドンパチやっとる。ロスト時代を思い出す乱闘だね。しかしこれだけの大男たちを相手に丸腰でどうにかしろというのは少々苦しいな。せめてヤセロの拳銃を一つでも奪えれば。やばい、こっちも。くそ、なんかゴールデンスパイクドラゴンの代わりになりそうな武器はねえのか。ゴールデンスパイクドラゴン、なんかそういう物騒なもんないか、カジノに。さすがにこの体格差じゃ捨て頃は無理だぞ。おい、でもドレスで警備員にアホーナの芝居打つよりは性に合ってるかもな。僕はミスティのディーラーだよ。人違いじゃないのかな。もうバレてるよ。なんだよ、バレてんじゃないのか。バレてるじゃないか。何のために慣れないことしたんだよ。かわいそう。あ、フーゴが。ち、ここも遊壁か。やっぱカロンとは合流できそうにねえな。無駄よ。バックヤードの遊壁はたとえ爆弾を持ってたとしても簡単に壊せないわ。まして丸腰でパチパチ燃えることしかできない今のフーゴちゃんじゃなおさらね。ふっ、いくらお前だって火に焼かれればただじゃ済まないだろうが。爆弾がなくたって生身の人間相手なら、うふふ、やりたきゃ刑務所の時みたいに好き勝手火を放ったら。お仲間やノエルちゃんが燃え盛る火事の中でどうなっちゃうかは知らないけど。そっか、そうか、刑務所の時と違って今は火事の周辺がすでに、警察に包囲されてやがる。つまり外に逃げるのは無理ってことだ。火の扱いに気をつけないとあいつらを巻き込んじまう。そうなると少しでも火が回りにくい場所で戦うしかねえな。あ、2階か。屋上、屋上に出れば煙の心配もないし多少は火も回りにくいか。道を潰される前に駆け抜けるしかねえ。ふう、やっぱり周りの被害を気にするのね。手下の面倒を見始めてノエルちゃんたちと手を組んで、すっかり丸くなっちゃったわね、フーゴちゃん。もっと孤独にギラついていた昔のあなたの方が強かったと思うんだけどね。さ、これ戻るのか、勝負。あ、違う。屋上まで逃げ切れ。多くの仲間がカジノ内で戦っている。今ここを火の海にするわけにはいかない。屋上にたどり着くまでジーノの相手をせずに一直線に通路を駆け抜けてしまった方がいいだろう。ただし逃げるだけでは背中を狙われ大ダメージを受けてしまう。ジーノが迫ったら振り返り正面から攻撃を弾いてやり過ごせ。 OK、 ミッションオープン。危ない危ない。はっ、今何回かちょっと無駄だった動きがあるね。そんなひょろひょろに加減した炎じゃ何十回やっても当たらないわよ。別にいいじゃない、カジノが火の海になってもノエルちゃんたちなんか気にしなければ私を倒せるかもよ。というか爆弾魔が周りの被害を気にするなんておかしなこともあったもんね。てめえは黙ってろ、クソかま。ん？お、これはひょっとして遊壁を操作できるパネルじゃねえのかな。ほら、喰らえや。イエーイ。あ、ちょっと何してくれんのよ。勝手にいじってんじゃないわよ。は、ざまねえな。はあ、はあ、これで少し時間が稼げるか。今のうちに屋上まで。あ、なんかおじいちゃんがいるよ。今度はこっちかよ。こんな時に限って。ミッションが更新された。おりゃ、やばい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 。いいのかな、逃げて。あ、逃げれないわ。危な。おおおお、あ、どういうこと。てい、バカダック脳回復ボーナスがもらえなかった。つか、やばかったね、今ちょっと。はあ、はあ、もう回復できないよ、しかも。炎が制限されてると、こんなやつ一人倒すのにここまで苦労するとはな。クソかもね、静かになったな。お、おお、なんか、おお言うてるよ。ん、おぉすげえ。なんだと、遊壁を持ち上げたのかよ。すごい。ほら、追いかけっこの続きといきましょう。それとももう終わりかしら、このとんでもゴリラが。あ、待って、もう回復薬ないんですけど、どうすんのこれ。もうないよ。あと一
つ階段を登れば屋上だ。一直線に通路を駆け抜けてしまおう。ミッションオープン。もう厳しいよ。あ、え、これ無理じゃねえ。え、これ無理くない？だって傷薬とかないし、あ、ここにあるわ。あ、やった。よかった。行くぜ。はっ。危なかった。はっ。これ危なかったね。薬なかったら終わってたわ。終わってたっていうか、一回終わったけどね。これで小悪魔印の出張自動販売機。よくわかんねえが、補充できるなら助かる。ちょっとこれはしといた方がいいでしょ。パワフル剤って何？強力な一撃にする。いや、どっちの方がいいのかな。傷薬を2個買って、まあ、パワフル剤を買って終わりですね。この人はなんかスタンスついてないのかな、フーゴは。あ、ついてないか。まあ、セーブしておいて、って感じですね。はい、といったところで、じゃあ、今回一旦この辺で終わりたいと思います。次回最終回になるかな？わかんない。あと、ボリュームがどれだけあるかわかりませんけど、この続きやっていきましょう。それではまた次回。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。